フルうんこですね。この映画ではうんこと死体とそれらを食べる生き物たちに焦点を当てています。不潔だ、気持ち悪いと嫌われ疎まれている存在に信じがたいほどに関心を抱き、必要に観察し絵を描き、野糞をし続けるおじさんたちが主役です。やっぱり自分のうんこがね、他の生き物のね、食べ物になってるんだ、ね、なんかこれ感動です。だから人間の作り出す最も価値あるもの、それはうんこ。臭い、ネズミの、死んでるネズミの匂いです。人間様もこうなる。今生まれた子供っていうのは死体がその辺にないのは当たり前で、うんこも見ないで流すのが当たり前でっていうのは、死ぬってもなんか妙に美化されたりとか、うん、フンはやっぱね、情報のカプセルでね、情報を出すんですよ、尻から。でこれがですね、現在ここら辺の緑はもう全部宅地化するんですよね。深刻だと思いますね。これ面白い菌ですよ、これ。え、何？これは珍しい菌です。それではうんこと死体をめぐる発見の旅にご一緒しましょう。情けないうんこだった、出直さなきゃ。